初めまましして田中と申しますよ本日はお集まりお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。今日は学校の内容 AIFP の学校ということでご紹介させていただくものについて主催者としてどういうことを趣旨として行っているかというところをお伝えできればというふうに思っております。私ども ソフトウェアの会社をもやってておりましてそちらで人生設計というところが非常に大事であろうと思ってソフトウェアを作り始めましたところ非常にコンサルティングができる方っていうのが少ないと大手の金融機関の方とお会いしてで実際にソフトウェアのお見せして素晴らしいということになっても教える人がそれを実際に個人の方にコンサルティングをする方がいらっしゃらないと。 で保険の会社の方にお話をすると、まあ、運用のことについてはお話ができませんとあるいはあーローンについてのお話ができませんとで銀行の方にお話をすると、まあ、保険特にまあライフの商品についてはお話ができないというようなことをまあ学びましてで一番大事なのは、まあ、ソフトウェアも大事なんですけれども基本的にそのコンサルティングができる方を育てなければいけないと。で ふと考えてみますとどこに行っても金融の窓口というのは基本的にたくさんあるんですけれども何かを売らないで例えば何か買わないで個人の方から見てると何か買わないで済むような窓口がほとんどないと。で、まあ、役所に行って例えばコンサルティングをもしかするとやってらっしゃる市区町村もあるかもしれないんですけれども基本的には最後は保険を買うか。 あるいはカードに入会するかあるいは住宅ローンを組むか何か最終は金融機関のメリットになるような契約に最終結びつけなければいけないというような窓口が非常に多い中でかつコマーシャルとかですごく入りやすい雰囲気を出していらっしゃってで入っていくと最終何か売りつけられてしまうと。 という,ようなことを非常に悲しく思いましてまずお金の契約をすごい大きな金額の契約をする前に相相談する相手はいないかななかとで私自身も住宅を買ったりとかいろいろ保険に入ったりとかしてきたんですけれどもほぼ相談することなく友人の入った保険会社友人の入った証券会社から勧められるものをなるべく買って。 で最終、まあ、非常に大きな負担で解約したりとかしながら、まあ、やってきたという経験がありまして、まあ、何かあのしっかりと教えてくれる人あるいは場所っていうものを作りたいなとで意外とこういうのが少数派の意見なのかと思っていたら実はあの大きな金融機関さんからご相談がありまして支店をいくつか、まあ、捨ててでコンサルティングの場所を作りたいと。でそこでは まあ基本的には商品を売らないでやってみたいとっていうようなご相談をいただくことを、まあ、あのつい最近経験しましてであそうなんだとやっぱり思いとしてはまず相談に乗って何か無理やりノルマに従って売りつけるようなものじゃなくてしっかりとお客様のお話を聞いてでその人のために何かしてあげようと思う方々というのは結構いらっしゃるんだと。 いうようよな確信を得ましてでここにいるあの山崎さん後ろに小屋さん横田さんってい,ういらっしゃいますけど皆さんあの、まあ、大体1年ぐらい前になるんですけれどもお話をさせていただいて、まあ、こういうことをやってみたいと。で実際にお話をしていく中で、まあ、本当にこれが収益化するかどうかとかあるいはビジネスとして成り立つかどうかっていうことの前に まず必要だよねとこういうまあ組織こういうことをやっている人間というのが必要であろうというようなことをまあ話し合いましてで実際にこういうような学校を開こうというところまでなんとかこぎつけたと。でさらにレックさんのこ,うあのこういった場所をお借りしたり運営自体もいろいろと教えていただいたりとかしてなんとかここにまあたどり着くことができたと。で 皆さんにぜひ今日は学校に入る入らないは関係なく覚えておいていただきたいのはまずそういうことをやろうとする仲間がいますとでここにいる皆さんに身につけてもらうものはポートフォリオ理論とかそういう簡単な知識だけではなく皆さんに身につけてほしいのはそういう仲間がネットワークをしようとしていますとで食える商売に何とかしていこうと。 いうふうに考えていますで、ネットワークを作るっていうだけではやっぱり弱くてシステムもご提供します今までにないような保険会社が作るよりもはるかにいいようなものをお届けしたいというふうに思っておりますで、さらにご協力いただく金融機関の方とかが実はもうすでにいろいろおりましてで、そういった方の送客というようなことをしてコンサルティングをしてみんなでこうまあ 充実した気持ちでビジネスができるような集団を作っていきたいと。で、最終お客様が絶対に金融商品が欲しいという場合もきっとあると思います。で、何かリスクをヘッジしたいと思われる方も当然いると思います。金融商品を否定するわけではなくて、あくまでも。まず、そのお客さんにとって、何が大事なのかと。で、一緒に考えて、で。 金融機関に立ち向かうというと変なんですけれども金融機関と一緒に交渉してに、まあ、向かって交渉してあげるというようなことをできる、まあ、プロフェッショナルがたくさんいてもいいんじゃないかと。残念ながらあの今日、まあ、FP の学校と言っておきながら FP の方が、まあ、それをこうやられてる方も当然いらっしゃるんですけれどもまだまだ孤独でまだまだ厳しい戦いをされていると。でまあ、そこに私どものようなこう人間が 何かかお役に立てるんじゃないかとでその中で一番大事なのはフローを作ること、まあ、そういう人たちが相談に来てくれることでもう一つは十分に知識を持っていて相談に乗れることで最後はちゃんとそれがシステム化されてて十分に採算の合うような相談の時間の使い方ができること。 っていうようなことが成立すればきっと商売として成り立つんじゃないかというようなまあ壮大なこう計画を持っていろいろとこう考え始めてこういう学校を始めることに至っているとなので決してあの勉強だけをする場所ではなくてこれを卒業した後にまあネットワークを強めることによってまあちゃんと独立の FP というものが個人の役に立ってかつ 尊敬される職業ととしてて成り立つことを考えていきたいといいとううふうに考えています。で、きっとあの志が同じ方も多分たくさんいらっしゃると思います今日ここにいらっしゃっている方々の中でももう実際に実践されている方もいらっしゃるかもしれないんですけれどももっとよりまあ信頼されてより収益がちゃんと自分のための給与がちゃんともらえてでお客様が喜んでもらえるような ビジネスを立ち上げていきたいといとううふうに思っております。で、今日、まあ、あの内容を聞いていただいて当然、まあ、あの例えば勉強するのは十分もうやっているという方はネットワークに参加したいというようなご希望をいただければこのネットワークに参加していただいてビジネスを立ち上げていく方に一緒に回っていただければと。でシステムを使ってみたいと。 とりあえずまずはあのすぐには始められないけれどもシステムで勉強していきたいという方はぜひシステムを使っていただいて後で知識を身につけるというのでもたまなのでまずあの今日の講演者のお話を聞いていただいた後でじっくり考えて私どもにまああのお力添えいただいて一緒にネットワークが強化されてそういうような組織ができていくと。 いいううとところににがればというふうに思っておりますで今日はあの夜遅い時間お疲れのところあの足を運んでいただきまして大変ありがたいというふうに思っておりますけれども是非今日はの話を聞かれたことをいろんな方にお伝えいただいてで一緒に頑張っていける人がもっと増えていければというふうに思っておりますのでどうかよろしくお願いいたします。 こんばんばは山崎一です50分ぐらい時間をいただいてましてで、まあ、主に2つそのファイナンシャルアドバイザーというそのビジネスが、まあ、ビジネスとしてうまく成り立つんだろうかどうなんだろうかというそのファイナンシャルアドバイザービジネスの展望ということが一点とそれからもう一つその FP の学校ということを通じて私が ちょっとやりたいと思っていること目指していることをお話しできればなというふうに思います。で、まあ、まず経済評論家としてというか自分で運用の本なんかをたくさん書いてますので私のファイナンシャルアドバイザービジネスというか個人の資産運用ということに対する基本的な立場みたいなことを最初にお話ししておきたいと思うんですけれども。 私は最終的にはその個人よく分かっている個人はそのアドバイザーなしでいいと思うんですねファイナンシャルアドバイザーは不要であるという立場です。でそれは自分で理解してで資産の運用ということについて特に考えますとそれは自分でできるぐらい簡単だし。 もう一つは自分でやる方が安心だしもう一つは自分でやる方がもちろん低コストなんだというそういうふうに思っています。まああのすごく平たく言えば本一冊きちんと読んで自分で考えてくれれば自分でできるはずじゃないかというのが、まあ、一応こうあの本を書いたりする上での自分の立場なんですが、まあ、そうは言いましてもじゃあ現実にその自分の資産を運用しようとか 保険について考えるとか、まあそれからじゃあ例えば高齢の親の資産について扱おうという時に何かを考えるというような時に、まあ自分だけでは問題が解決できない、あるいはまあ誰かに相談したいっていうまあニーズはあの現実にはあるんだろうと思います。でまあその現在の FP がまあそういうものにまあ応えていたり。 まあ、あの別に私は資格としての FP ということはそんなに本質的ではないと思ってまして、まあ、別にあの FP 資格を持たないファイナンシャルアドバイザーあるいはコンサルタントというような活動があってもいいんだと思ってるんですが、まあ、そういう人たちがそのビジネスをする余地というのはあるんではないのかなというふうに思っています。 でただ、現在その行われているビジネスということを考えるとじゃあ、例えば資産の運用が一番私としては分かりやすい分野なんですけれどもその資産の運用に関してあまり適切なアドバイスがなされているとは思えないとあるいはじゃあ例えば金融商品に対して的確な理解がされているとは思えない、まあ、率直に言うと例えば保険会社が f p を集め あるいはその運用会社が FP だとか最近は投資ブロガーなんかも集めるようになっていますが集めてその運用商品についてあるいは保険について説明されるそれをそのまま真に受けてというかこういう人にはこういう商品が向いてるんだなということを無批判に伝えるようなレベルの FP が少なくないというふうに思います。ただじゃあ実際には 人にアドバイスをするためには例えばこの保険というのは本当にいい保険なのかどうなのかあるいはじゃあその保険,保険会社がこういう人に向いていると言っているけれども本当にそれは適切なのかそれからじゃあ他の商品と比べた場合に、まあ、この商品と他の商品とがどういう根拠でどの程度どっちがいいということがきちんと説明できるのか。 いいうようよな点について例えば、知識が不十分であったりあるいはそのビジネス倫理上の問題というかです、ね、例えば、先ほど田中社長の方から話がありましたがどうしてもアドバイスということだけで食うのではなくて例えばその保険の商品を売って保険会社からのキックバックでビジネスを成り立たせる。 あるいは、まあ、私、ネット証券にも勤めているのでちょっと言いにくいところもあるんですが例えばあの IFA というようなビジネスがありますよね。まあ、あの <laughs> 証券会社と、まあ、例えば FP とが、まあ、証券仲介業の契約を結んで、まあ、例えば投資信託を売った場合に、まあ、投資信託の販売手数料のかなりの部分を、まあ、その仲介者に、まあ、証券会社から払うというような形のビジネスがありますが。 え、ま、こうした形だと、え、ま、どうしても、え、ま、商品を売るための、え、ま、あの、コンサルティングということに、なってしまいがちだということがあって、え、ま、あの、ビジネス倫理的に、え、ま、ちょっと問題があると、いうふうに、思います。ま、あの、こう、自分のこう、今までの、こう、ま、え、やってきたことを、振り返って、ま、ちょっと本音で振り返ってみますと。 FP っていうのは本当に悪いやつらだなっていうか使えないやつらだなっていうふうに思ってた時期があります。で例えばそれは運用に関する FP が書いた本なんかを読むとここが間違ってるこれが不適当っていうようなところがたくさんあってそれなのにお金の専門家というような顔をしてくだらないことを書き散らかしていると。これは まあ出版社の方も悪いんだというふうに思うわけですが FP を敵視していた時代がありますでじゃあそういう,こう FP を全て駆逐してしまえばいいのかというふうにこうふと考えてみるとしかしよく考えてみるとこうお金の,その運用の知識をその広げるべき対象というのはたくさん世の中に広くいるわけですよね。 まあとても自分で本を書いたりしたぐらいで伝わるわけもないと。で、まあ、特にまた金融機関はセールス活動をしているわけでで、まあ、その金融機関の魔の手にかかっているお客さんがたくさんいると、まあ、この人たちを救わなければいけないあるいは広く知識を届けなきゃいけないと、まあ、そういう意味では FP の中にもあるいはそのファイナンシャルアドバイザーの中にも いい人と悪い人がいるとしてでじゃあそのい、e、い FP あるいはい、e、いファイナンシャルアドバイザーを味方につけることによって情報を広めていくっていうふうに考えた方が現実的ではないだろうかというふうに思いまして、まあ、FP は敵であるというところからちょっと方針転換をしましていい、まあ e、FP には頑張ってほしいと。 というふうふにえをしたわけでありま,すまあそういう意味でこの FP の学校っていうことでもちろんその FP としての技術というか FP が伝えるべき知識の体系あるいは使うための基礎知識というようなことをお届けするとともにそのビジネスとして正しくやっていきたいそういう FP の方を集めていく。 いうようなこととといいいいいうふうううよななこがでできるるふに思っているわけですでじゃあしかしそのファイナンシャルアドバイザーとしてどういうビジネスが可能なんだろうかというようなことを考えていますと、まあ、いわゆるビジネスモデルとしてこうありたいというビジネスモデルは、まあ、私はコンサルティング教育型あるいはまあ教育的親切に対してフィーを取るというような形がいいんじゃないかと思うんですが。 まあ現実には商品の仲介手数料を収入源にする手数料のキックバック型のビジネスそれから一定の残高に対して例えば年率0.5%とかっていうようなフィーを取る残高フィー型のビジネスそれからコンサルティング型のビジネスと例えば何らかの相談を受けてそこでコンサル料あるいは相談料というような形で えまああのフィーを取るということなんですが、えまあどれが望ましいのかなという意味ではコンサル型ではないかと思うんですね。まあただえまあその商品の仲介手数料型と比べると、えまあコンフリクトが小さいという意味では残高フィー型というのはある程度えまああのマシであるというふうに思います。まああのお客さんのえまあ例えば資産の運用をうまく手伝うことができると、えその資産が大きくなるわけで。 まあそれに比例して手数料が増えるという形ですからそのお客さんの目指す方向とそれからアドバイザーの利益ということとが矛盾しにくいということはあるんだと思うんですね。ただしかしじゃあ例えばあの1,000万に対してアドバイスするのと1億に対してアドバイスするのは1億に対するアドバイスが10倍大変かというとそういうことではないですよね。 もちろん両立は金額によって変化するということもありますしまたもう一つ例えば1年間一年間あたり何パーセントっていうのが果たして適当なのかということを考えるとまあこれは投資信託のファンドなんかを立ち上げてみるとよく分かるんですが大変なのは最初だけなんですよね。最初にポートフォリオがきちんとできてしまうとあとはファンドマネージャーはなんとなくこう 頑張ってているふりをしていればよくってですねであとはあのこう出来の悪いポートフォリオでなければポートフォリオは稼いでくれるというのはまあ現実ですからじゃあ例えばファイナンスアドバイスということを考えてもその人その人の状況を把握してでポートフォリオを作りますというところは大変かもしれないけれどもじゃあ例えばそれがこう1年間その大変な状態が継続して続くのかというとそうではない。まあ、そういうい意味では やり方を教えてあげる、まあ、あのよくものの例えとして、えー、こう魚をあげるんじゃなくて魚の釣り方を教えるのが本当の親切だというような、まあ、そういう言い方がありますが、まあ、そういう意味で、えー、まああのこう教育的なというかそ,その一件一件の問題に対して回答を与えていくということが本当はいいビジネスなんではないかというふうに思うんですが。 え、まあ、その残高フィー型というの、まあ、ある程度、認められるのではないかというふうに思います。で、じゃ、あ投資アドバイザーが提供できる価値っていうのはどこにあるんだっていうことで。え、まあ、ちょっとこう、図を考えてみたんですが。まあ、例えば、個人がお金を持ってるとしますよね。で、え、まあ、それを、え、こう、金融市場に。え、まあ、例えば、債券の形であったり、え、株式の形であったり、で。 まあ、あのこう提供してそこのリターンを得るということが、まあ、例えば運用ということなわけですけれども、まあ、その金融市場の、まあ、にアクセスするための,その商品、まあ、もちろんその個別株を、まあ、あのこう買ってポートフォリオを作るというようなこともありますしあるいは ETF とかインデックスファンドとかあるいはアクティブファンドとか、まあ、いろんな金融商品があるわけで一つはそのこう金融商品に対する 配分とといいうことを考えなければいけないでじゃあその例えばどういう商品にどれだけ配分するのかというそこの,その決定ということについて考えますと例えば金融機関で相談をする金融機関がアドバイザーになることもあるでしょうしあるいは私はあんまり好きじゃないんでロボアドじゃなくてボロアドって呼んでますけれども例えばロボアドバイザーみたいなものを使ったり。 あるいは投資顧問だったり FA だったりというようなそこで例えばその商品の配分ということを決めてもらったとしてもじゃあ例えば仮にロボードを考えるとしてロボードに100%自分の持ってるお金を預けるということはきっとないと思うんですよね。でじゃあだとすると例えば何かをロボードに預けた。じゃあ残りの何も含めて 自分の資産全体というものに関する配分という問題はやっぱり残っているわけで例えばそういうものを部分的に使うということは問題の解決にはならならいいいとととうことが言えると思いますそういう意味では例えばお金の扱い方全体ということに関するアドバイスというのは例えば金融機関なり特定の金融商品なりでは提供しきれないものがあるでしょうし。 まあもう一つは、運用をえまああのこう私はの分かりやすい本を書いているつもりではあるんだけれどもえまあでも本を読んだだけでは納得しない人もえいるわけでえ例えば、正しく理解するえこう手伝いをしてほしいというようなえことがえあるかと思います。それからえまあ例えば手続きに関する サポートとということもありますよね、まあ、例えば、えー、まああの親の認知症がこう心配だということになるとおそらく財産管理等委任契約とそれから任意貢献の契約を作っておいてでそのまあ法定貢献私業の,の貢献人がつくケースに対するこう予防しておくのがいいと思うんですがじゃあ例えばそういう契約の,その作り方のアドバイスであるとか あるいはその保険を解約したいって言ってるんだけれども、まあ、結構あの解約するときに意地悪する保険会社とかってあるので、えー、まああの保険の解約にこうついてってあげて、えー、がっちり解約してくるとか、まあ、そういう,こう手続きに関する、えー、まああのこう手伝いということもあるだろうしそれからまああの本当はあの金融機関なんか相手にしなければいいんですけれども。 でもやっぱり金融機関がやってきていろんな商品とかを進めてくるとそれについて理解をしたいあるいはしかし騙されたくはないというようなそういう悩みが個人にはあるはずだからそこで手伝いができるのではないかと。ただじゃあ例えば金融商品に対する配分というようなところをですね それは大きな付加価値が取れるほどのサービスなのかということを考えるとちょっと疑問があります例えば株価が上がりそうな時に株式の組み入れ比率を大きくして下がりそうな時にはちょっと小さくするとかっていうようなそういうアドバイスが例えばアドバイザーだとかあるいは運用会社のストラテジストなんかもそうなんですけれどもうまくできるとはとても思えない。 でじゃあそ,そこのところでこう,うまくできるんですよというようなふりをしても、えーまあ、あのそのうちバレるに決まっているので、えーまあ、ここのところでこう大きな付加価値を取るというのはちょっと難しいと思うんですね。まあ、そういう意味ではのこう投資信託について言うと、えー、分散投資されたポートフォリオを作って提供しているというところが、えーまあ、大きな付加価値で。 じゃあその中の,その例えば銘柄選択だとかタイミングの判断だとかというようなアクティブ運用の部分には大した付加価値がないんですけれどもでもまあビジネスの構造としてはそこに大きなフィーを取ろうというような形になっているのでそのうちにそれは価格を下げざるを得ないんではないのかなというふうに思っています。 でじゃあ例えば、まあ、いくつかこうサービスできそうな場所はあるんだけれどもじゃあ例えば正しいやり方というようなことをこうコンサルティングするあるいは親切に教えてあげるということでこうビジネスをやっていこうとすると、まあ、クリーンなビジネスはクリーンなんだけれどもクリーンなだけで食えるかという問題が発生してきます。 でまあ、その今、金融のビジネス自体がかなりこう大きく揺れているというか、まあ、例えばメガバンクが前年よりも採用数をこう半分ぐらいにしちゃうとかというような、まあ、じゃあ、一体その去年はどういうことだったんだというか、まあ、経営的には明らかに失敗しているわけでじゃあ、例えば銀行みたいなものも えー、まあ,あのこう銀行員の相当数がまあいらなくなっていくというようなことが、えーまあ、あの比較的短期間の間に起こるかもしれないですよね。だまあ、あのおおよそのイメージで言うとその銀行が急になくなるっていうことはないと思うんですが携帯電話が普及してからの固定電話みたいな形で銀行員になり銀行の支店になりというものは多分なくなっていくんだろうなというふうに思っています。でそのファイナンスビジネスのこう変化のトレンドということを考えますと。 1一つはそのサービスのアンバンドリングというかです、ねまあ、これはあのこう例えばこうアナリストが証券会社にいてで情報を提供して例えばこう株式の売り買いの手数料の中から給料が払われるというようなこう株式の売り買いということと情報の提供というようなことと今までこう一色たにやってきて。例えばあのこう銀行も えーまあ、あのお客さんの相談に応じるけれども、えー、金融商品買ってくださいねというような形で、えー、その金融商品そのものを提供するということの価格とそれからそのサービスということを、えーこうまあ、一色単にして商品化してきたわけですが、えーまあ、それが、えーまあ、あの分解されるような方向になっていると思います。からまあ、もううう一つは機械化とといいこでわゆる、えー、こう判断を伴う プログラムということで、まあ、それを AI と呼んでよければ AI でそれから、まああのこうまあ、ロボティックプロセスオートメーションっていうんですが、まあ、あのこう銀行員がやっている事務作業みたいなものをこうどんどん今ロボットで代替できるようになってきています、まあ、あのこう住所氏名を何回も書かされたりするようなことがこうロボットがどんどんできるようになってきていると。 でまあ、もう一つは、その価格競争がまあ激化しているということがありますよね。まあ、例えば、インデックスファンドの,、えーまああの価格競争を見ていますと、えーまあ、例えば、アメリカの ETF でいうともう手数料が0.0何パーセント数ベースのところで競争していてついには手数料ゼロっていうのも ETF で出てきています。でまあた 手数料ゼロでどう儲けるんだというようなちょっと問題があるんですが例えばセキュリティレンディングとかで儲けることができるでしょうしあるいはその広告モデル的なビジネスがあるのかもしれないというような、まあ、あのこうなかなかそのこうゆったり食べていこうという意味では厳しい環境になってきています。 まあちなみに、まあ、その顧客の側ではどうしたらいいのかなということについて私がよく言うのは0.5%ルールを守ってくださいルルールっていうのはですね「クローズアップ現代プラス」っていう NHK の番組に出た時にキャスター武田真一さんというとっても真面目なキャスターなんですが視聴者に金融機関にう騙されないあるいは運用で失敗しないために 何かいいアドバイスを一つだけするとしたら何がいいでしょうかというふうに問われてその場で思いついたんですが運用にかけるコスト販売手数料だったり信託報酬だったり実質的なコストだったりいろいろですが運用にかけるコストを年間0.5%以上かけないでください0.5%以上かかる商品というのはすべてダメなんだと思ってくださいと。 でまあ、そうすると、ダメな運用商品、まあ、典型的にダメなのが毎月分配型の投資信託あるいはラップ運用それから貯蓄性の保険、まあ、あの外貨建ての生命保険なんかですよね、まあ、こういうようなものは、まあ、これはあの平成27ジムネット版の金融レポートで、まあ、金融庁が問題視している。まああの 金融レポートにはそう書いてないんですが、まあ、金融庁認定3大ダメ商品と呼んでますがそういうようなものを除外することができるとまあ大体においてこうまああのいつも銀行員の悪口言いながらこうなんか服装っていうかファッションセンスが銀行員みたいでちょっとえ冴えないなと自分でも思うんですがまあ,あのこう。 まあ、あのようこそみたいにこう銀行員が出てきたりあるいはあの証券マンから商品を買ったりするようなものっていうのは大体において手数料には収まらないです、まあ、基本的には運用商品は人間から買うと不適切なものを勧められるし手数料の高いものを勧められるので人間から買うと幸せになれないんですが、まあ、大体その0.5%の壁を作っておくと。 人間から買わずに済むといただじゃあ顧客の側がそれが正しいんだというところを一つの出発点にするとその中に例えばそのファイナンシャルアドバイザーのフィーというか収入を潜り込ませなきゃいけないというか無理やり潜り込ませるのはよくないんだけれどもその中でクリーンに食べていかなければいけない,という。 いうのが最終,的最終的にというか当面直面していくべき問題なのかなというふうに思います。じゃあそのクリーンにしかしかつ食えるというために必要なものは何なんだろうということを考えますと一つはそのサービスそれ自体の競争力だと思うんですよね。やっぱりあのこう FP が何十万人もいて でじゃあそれがこうみんな役に立つかっていうとそうでもないじゃあこの FP は役に立つけれどもあの FP は役に立たないじゃあそのこう差を作るものは何なのかっていうことについて言うとやはりまあそれは知識であったりあるいはまあ分析できる能力であったりそのコミュニケーションの能力ということもあるでしょうしそれからその情報をどのように取ってくるかかつそのどういうネットワークを持っているかというような。 ことから生じるサービスの競争力ということがあろうかと思います。やっぱりまずそ,そもそも他のアドバイザーに勝てる何かということがまあ必要ですよね。でそれからまあもう一つは多分あのこう富の偏在というのはこれから日本でもどんどん進行すると思うんですよね。でまあそうなるとじゃあ例えば1%の人を上位1%を相手にすると資産の 50相手にしたことになりますみたいな状況というのが遠からず出てくるかもしれない、まあ、そう考えると高単価な顧客への食い込みスペシャルなサービスということは一つの方法だしじゃあもう一つの方法としては多数を能率よく相手にする、まあ、単価を上げるか数をこなすかということを考えなければいけないということもあるかと思います。 それからもう一つじゃあそれを考えたときに仕事の能率効率を上げていくということを考えなきゃいけないですよね。で、まあ、例えば FP のプライシングについて聞いてますと1時間あたり1万円とかあるいは1万5千円という人もいたしあるいは3回セットで5万円なんですというような人もいましたけど。 例えば1時間に1万円とかということで考えると例えば1時間に1万円でその相談のために1時間、例えばエクセルかなんか使ってこう準備をしたりすると2時間かけて1万円ということだからということは1時間あたり5000円ぐらいになるというと、まあ、大体あのこうマッサージが1時間6000円ぐらいだったりしますよね。 例えば準備にもう少し時間がかかっちゃったりするとマッサージ屋のおじさんよりももっと能率が悪いしかもお客さんがずっと列をなして切れ目なく入っているかというと必ずしもそうでもないでしょうからそういう意味ではもっと作業の生産性特に準備ですよね。 のこうコンサルティングのためのその準備の作業のこう生産性ということをもっと上げていかないと、えー、まああの幸せに、えー、っていうかこう豊かに食えるところまではなかなかいかないんではないのかなというふうに思います。まあこれをまああのこうやっていこうということと、えー、まあしかしえますまああのそういう意味ではあのこう例えばこう まあ、FP が使う、まあ、ツールツールみたいなものも、まあ、大いに改善の余地があってで、まあ、先ほど話をしてくれた、まあ、田中社長のミライズミライズに、まあ、大いにこう、まあ、あのいいツールを作ってほしいなというふうに思うところであるわけですが、まあ、そんなことを期待しつつ でもそのサービスはできる余地がいろいろあるんではないのかなというふうに思っていますで。じゃあ例えばどういうサービスができるんだろうかということを主にその資産運用周りのところから考えてみますと一つはその投資の常識を理解してもらって理解するだけじゃなくてそれをこう守ってもらうということですよね。 まあ、残高型の,そのフィーのビジネスをやっているファイナンシャルアドバイザーから聞いてちょっとそれは少し都合のよすぎる話ではあるんだけれどももっともだというふうに思ったのは、まあ、運用にあってそのお客さんの運用を見ていて非常に大きなリスクは途中でやめてしまうことだというわけですよね。でその途中でやめないように 運用を続けられるようなサポートをすることの価値というのは高いと、まあ、確かにその長期でじっと持っているという状態が運用の本質であって安く買って高く売ってっていうことを繰り返すのが運用だというふうにイメージしている方が結構いるんですがそういうことではなくってじっと持っている状態をキープすること。 それを例えば励ましたりあるいはその状況を教えたりということでそれが可能にできるような長期のバイアンドホールドができるように顧客をサポートするというサービスが一つあろうかと思いますそれからもう一つは例えばの高齢者ですがどうしても高齢者の資産運用っていうのはインカム収入例えば投信の分配金みたいなもので じゃあ例えば年金の入ってこない基数付きにインカム収入があるので例えば自分年金みたいなものを作ったらいいんじゃないですかとかってこずるい銀行員はそうやって毎月分配型とか基数付き分配型みたいな商品を進めるわけですがた例えば仮に2,000万なら2,000万の退職金をそういう商品に入れるということになると。 まあ例えば1.5%の信託報酬がかかってるとすると年間30万の手数料ですよねでまあしかし起きてることっていうのは例えば奇数月とかあるいは毎月であったとしても時々分配金がチャリンとまあ自分で自分に小遣いを払うのに1回の ATM 手数料を1万円以上かけてるような状態というのがまあその金融機関を利用したこう例えば老後のこう設計みたいなことになっちゃうわけですけど。 それは計画的に例えば年に1回必要な額可能な額を割り出してそれを普通預金に移してそこから計画的に使えばいいんですよということを単に教えてあげればそれで済む話だと思うんですがそれをサポートしてあげるというようなそういうサポートも十分あると思います。ちなみに例えば前の状状態態がどういういで 例えば、まあ、年間どれぐらいの手数料を取られていてでどれぐらいひどかったとで、まあ、こうすることによって例えば手数料が二十数万円節約されていますというような、まあ、例えばそういう計算がすっきり出るようになると、まあ、これはアドバイスの価値というものをはっきりアピールすることができるし分かりやすいんじゃないかと思うんですね。すからまあ、そのフィーーーののアービトラージみたいいなことっていうのは、まあ あのこう今、金融機関が悪いことをたくさんやってくれているのであえてやってくれていると言いますがそれを正してあげるだけでその顧客に対してこれだけメリットを与えたということがまあ主張できるという点があろうかなというふうに思います。それからまあ資産ののの運用とということで一番大事なのはリスクの額 どどれだけリスクを取ったらいいのかっていうことに関するまあ、その個人のリスク額の決定ということなんですが、まあ、これはあのこうまあ、こういうふうにできるよというふうに説明してもじゃあ本当にそれでいいのかということが個人として自信を持てないというケースがあります。でじゃあそういう時にその家計を分析してあげてじゃあどれぐらい損をしたらまそ、あ、その損は吸収が吸収可能なのかそうでないのかということを 例えば納得させてあげることができれば、まあ、その人は安心して運用することができると、まあ、そういう意味ではあのこう、まあ、た例えばこう資産運用のアドバイスということについてはリスク枠の決定ということが一番決定的な部分になりますしこれはまあその個々の家計あるいはその人の将来の経済状態というようなことを考えた上えでアドバイスしなければいけないので。 まあよくあのこう例えば、ね、年齢から100から年齢を引いただけリスク資産を持てばいいとかあるいはこうなあの新聞のボーナス特集みたいなもので、えー、こ,うじゃこういう家計の人には何を何パーセントとか FP のなんとかさんのおすすめポートフォリオとかってあのこう円グラフが出てたりしますが、まあ、あの円グラフでおすすめポートフォリオがポンと出てくるような FP っていうのは、えー、まあほとんど何も分かっていないというか。 こうそもそも、あれはあのこう個人の,その金融資産に対する比率で決めるべきものではなくてその家計が吸収できるリスクの額を決めなければいけないものなのでこう円グラフが出てきてでコメントをつけてまあ,あれはあのこう多分、依頼する側の編集する側がこうレイアウトを決めてから発注しているからえまああの新聞に頼まれたりすると喜ぶような。 このマスコミ出たがりの腐れ FP みたいなのがあ、まあいうのを喜んでグラフを出すんだと思うんですが、えーまあ、あ,のある種の FP としては一番大事なところを放棄している自殺行為だと思います。で、まあ、じゃあ例えばその個々の方の家計を分析した上えで最適なリスク額を求めるようなサポートそれから、まあ、顧客を悪い金融業者から守る。 守るということは結構大事だと思います。まあ、何せそのこう、えー、まあ、今金融業がなかなか儲からなくなってきているので、えー、まあ、特にま高齢者の、えー、まあ、あのお金を狙ってきますよね。まあ、その高齢者にお金がこうどんどん集まってきているということもありまして。 まあ一つにはあのこう高齢準備期まだ働ける時期にどれだけお金を貯めていくかということを考えなきゃいけないしどれぐらい働くのかというようなことを考えなきゃいけない。でじゃあ例えば65で引退してでまだ判断力がある時期っていうのは高齢仮に前期というふうに考えるとその高齢前期は下手に判断力があるだけに騙されやすいということもあります。 でまあ、そのさらに今度はその自分が認知症になるとかあるいは休止しちゃうかもしれないという可能性を、まあ、視野に入れて財産管理が必要な高齢・後期というような、まあ、問題がありますが、まあ、それぞれの段階にあってその金融機関から来る悪いアプローチ、まあ、保険ということもあればあるいは投資、まあ、であったりすることもありますし、まあ、いろんな まああるいはなんかあのよ,よくないファンドみたいなもののまあ投資の勧すすめみたいなものもありますし、まあそういうものからまあ顧客を守ってあげるということがまああの一つのそのサービスとして考えられると思います。まあちょっとこう個人的な構想ということでお話しすると、例えばあのこう顧客がこういう商品を選びたいあるいは えーまあ、今こういうショーのポートを用意になっているあるいはこんな商品を持っているというような状態を、えー、例えばシステム上に開示してくれると、えー、いやこの商品は手数料が高すぎるからダメですよというようなこう例えばあのこうアラームがついてで、まあ、もしそのこうアドバイスが欲しい人はアドバイスを求めるということもできるしあるいはその機械のアドバイスでよければ機械のアドバイスに進むこともできるというような。 ちょっとこう悪いマーケティングをこう解毒するアラーム装置みたいなものを商品化できるといいなというふうに個人的には思ってるんですけれどもえまあそういう,こうまああの悪い側もマーケティングはあの必死で工夫してきますしえまあそれに対するこう解毒っていうかえこうまああのお客さんのこう資産を守る側のえーまあサービスということは十分可能ではないかなというふうに思います。 まあ、悪い側の仲間になって稼ごうとするのかあるいは悪い奴と戦うことによってサービスを提供しようとするのかということですが後者、えーまあの,の方が気持ちいいんではないかというのが、まあ、個人的な考えです。 でまあ、もちろんその顧客ののポートフリオの改善とということもあります、まあ、例えばの証券会社と取引しているお客さんで、まあ、こんな状態になってるんだけどどうしたらいいかみたいな相談をちょっと受けたりあるいはその相談を受けている FP から相談を受けたりしたことがあるんですが。 まあ、7つも8つもあるいは10を超えるような運用商品を言えばバラバラっと持っているとそもそももうポートから例えばニューあなたはニューヨークダウが10%下がったらどれぐらい損をするか分かってますかとか日経平均が1000円下がったらどれぐらい損するか分かりますかというともう全然把握ができていないことが多いです。 まあ,あ,のある意味ではこうセールスする側の一つの,その手口としてはえまああのこう自分で管理できないような状態を作り上げるとえまなかなか今度は言うことを聞いてくれるお客さんになるというようなこともあるのでえ例えばポートフォリオをシンプルにしてあげるということもえあるかと思いますしえまあもう一つはその余計なコストの改善同じようなリスクとリターンの効果があってでじゃあた例えば1000万のバランスファンドがあって でまあ、これが例えば1%の手数料を取られているんだとするとしかし実際には500万円分、まあ、株式を持ってあと500万円分は個人向け国債で持っている方が同等のリスクでもっともっと手数料が安いと、まあ、例えばそういうケースであれば、まあ、あの FP アドバイザーがお客さんに対して提供できた価値というものが具体的に計算できると、まあ、そういう点もいいかなというふうに思いますし。 まあもう一つは例えばそのお客さんの経済的な状態ということに対するアドバイスということありますよねもちろんその例えば運用本の著者としてはこう、まあ、豊かな経済生活を送るために資産運用が一番大事な問題であるということだと、まあ、都合がいいんですけど実際にはどういう働き方をしてどうやって稼いでるかということ。 であとど,どれぐらい貯蓄をしているかそれから何でしょうか、ね、まあ、生命保険不動産ですかね、やっぱり大きいのは不動産で失敗をしていないかあるいは生命保険で、まあ、あの払いすぎていないかあるいは、まあ、例えば自動車とかというような問題もあって多分資産の運用の良し悪しというのは、まあ、5、6番目ぐらいだと思うんですよね。まあ,あの <laughs> でその資産の運用ということだけではなくて例えばそのキャリアプランニングみたいなことについて、まあ、いろんなアドバイスができるとやはりまそれは役に立つんではないかと思いますしあるいはその家計の、まあ、例えばどれぐらい貯蓄することが必要でその家計はどうやったらそれが可能になるのかということのアドバイスもいるのかなというふうに思います。まあ、そのの貯蓄のアドバイスととといいううことについて言うと よく老後にいくらお金が必要なんですかっていうような話があるときにすぐ出てくるのが政府文化センターですか例えば夫婦で34万何千円とか何とかっていうようなよく平均の数字が出てきますが。 平均の数字で原稿を書き始める FP はだめだと思うんですよね。というのはどうしてかというとこう、まあ、そもそもその平均ほど稼いでも使ってもいない人から見ると平均の数字というのはなかなかこう達成が難しいし、まあ、実際にはその達成しなくても現役時代とそれから老後との支出のバランスが取れていればいいわけで。 まあそれはこう平均っていうのはこういたずらにこう不安を煽る、えもう一つはこうじゃ例えばたくさん稼いでたくさん使っている人から見ると、じゃあ例えば三十何万っていうけれども、それで足りるのかなっていうえまた逆の方向でも不安になると思います。まあそういう意味ではこう平均の情報っていうのは誰も安心させない。まあそういう意味ではあのじゃ個々の家計に応じて。 まあ、例えば必要な貯蓄率みたいなものをこう計算してじゃあいくつまで働くんだったらこれぐらい貯めておけばそれはこの範囲での生活と老後のこういう生活とのバランスが取れますよというようなやっぱりそういうアドバイスができるといいんではないのかなというふうに思いますでもちろんその貯蓄と取り崩し まあその取り崩しということについてはその取り崩しを金融商品に頼るのではなくて計画的にやればいいんですよということですよね。でまあ今あのこう高,高齢期になるとまあどんどんそのリスクを取らなくなってでこのまああの現資産を現金化するようなまあそういうこう動きがあるわけですけれども。 まあでも例えば仮に75歳から90歳まで生きるとして15年なら15年あるわけですからこの期間に運用しないというのはそれは十分リスクを取れる家計であれば本人にとってももったいないしあるいは相続人にとってももったいないしまあ社,会社会のために運用するわけではないんですが社会全体としても 高齢になるとどんどんリスク資産の投資が減っていくっていうようなことはちょっとこううに思います、まあ、例えばそういう例えば高齢者のが運用できるような仕組みを例えば家族と一緒に作っていくというようなアドバイスということもできるでしょうしまあその他その教育費だとかあるいはまあ住宅費。 あるいはこうまあ損しない離婚の仕方とかまあとかいろんなこうライフイベントに関わるまあアドバイスということはあるのかなというふうに思いますしまあもちろんあのこう経済的に影響が大きいまあその住宅に関するまあ分析とアドバイスとまあ住宅買うっていうことがそもそもこう結論としてありきの、えー まああのこうアドバイスではなくて本当に買うことが適当なのかどうなのかというレベルから住宅に関してアドバイスできるといいなというふうに思います。で、まあ、その保険ということについてはまあ今現状では結構あの保険の収入で食べている FP というのはまあ少なくないように思いますが、まあ、保険で食べていく FP というのはどうもあの。 あんまり嬉しくないいいなとううふうに思います。でその保険自体が基本的にはなるべく近づかない方がいいものどうしても必要なものに対して泣なく泣なく最小限の金額と期間を利用するというのが保険に対する正しい考え方だと思うんですが、まあ、保険をいかに卒業するかということに関する アドバイスあるいはその例えば保険の見直しと称して別の保険を契約させてキックバックを取るようなビジネスではない保険に関するまた正しいアドバイスというようなこともできるんじゃないかとそれから各種の制度とか手続きというようなものも例えばこういう iDeCo とかニ i s とか積みニてサ i s とか知ってはいても いざこうやろうと思うと手続きが面倒くさいというような人もいるのでこれはその手続きをしてあげることによってそれだけで例えばタックスのメリットがいくらありますというようなこれも具体的なメリットの額を訴求できる一つのサービスだというふうに思いますしその高齢期の財産管理のアドバイスというのは 非常に大きなジャンルになるのではないのかなと思います。なんかあのここのところ朝日新聞にこう例えばあの法廷公聴人あのいわゆるこう事業の専門職の公聴人じゃなくってなるべくこう親族にした方がいいというふうに最高裁が判断したとか、まああとその公聴人の報酬についても適切に見直せみたいな。 まあ率直に言ってその認知症の患者数が500万ぐらいいるんじゃないかとかってこう言われる中で、まあ、その成年後見制度というのは20万件ちょっとしか利用されていないわけで、まあ、制度としては今のところ失敗策だと思うんですがじゃあ例えばその後見をどういうふうに使うかあるいは家族信託みたいなものとどう組み合わせるかというような部分も これもアドバイスする価値があると思いますし例えば場合分けを考えてそれぞれの家庭で例えばそれをどうアレンジしたらいいかというようなコンサルティングというのはこれからできると思いますしニーズもあるはずだしかつまあ何て言うんですかねお客さんが増えますよね高齢者が増えてますから。 いろんなこう雑誌を見ても死後の手続きとか <laughs> 死ぬ前の準備とか就活とか,なんかそんなえこう特集記事が多くてでああこれはこう読者が高齢化してるということでこの雑誌もえまあそろそろ就活するのかな <laughs> と思ったりもするんですがえまああのこういわゆる高齢期のアドバイスということのニーズは大きいと。でそれからえまあ企業の社員のマネーリテラシーの研修 とといううことがあると思うんですよね、まあ、例えばあの、まあ、先ほど0.5%ルールっていうふうに申し上げましたが、まあ、仮に、まあ、大体こう内外の株式の期待リターンっていうのは、まあ、年金基金が使ってる数字って年率5%ぐらいなんですけど中身が5%で運用されていて手数料0.5%取られると4.5%の福利で運用できるということだから例えばそれで20年運用すると 万万円が万円がになりますでところがその銀行の店頭で売ってるような例えば信託報酬が1.5%かかるような投資、まあ、ということだと100万円が20年後に199万円にしかならないで2%取られると180万円ぐらいにしかならない。まあ、これはあの まあ5%で中身が運用できるという割とこうめでたい状態でそれだけ差がつくということになるわけですけれどもまあ例えば企業の立場から考えるといわゆるこう企業年金だとか退職金だとかっていう制度はそういう形で人件費を社員に渡す方が税金を圧縮できるから企業にとっても社員にとっても得だということですよね。 社員に渡したお金を社員は一部貯めて運用して将来使うわけですからじゃあ例えばその社員がお金を正しく運用できるかできないか例えば手数料の差ということだけでも2%なのか0.5%なのかということで180%と241%大差が生じるわけです。ということはじゃあその社員に正しい運用知識金融知識を 授けるということは、その会社としてみると人件費を社員が有効に使ってくれるということだし、社員そのものとしても一定しかもらえない人件費だとすると、それを将来有効に使えるということだから、社員と会社と双方にとってのメリットになるんだということが言えるかと思います。まあそういう意味では例えば確定拠出年金を導入している会社の研修だとか、まあそういうまああのこう 企業向けのサポートということはビジネスになるんではないのかなというようなその他いろいろまだまだあるはずで一人が全てをできなくても一つのネットワークを持ってその中で例えば得意な人と協業するというような形を取っていくということもできるでしょうしまあその FP の学校ということについて申し上げますと 十分な専門知識正しい専門知識ということを持ってそれを競争力にしてもらうということとそれからその FP の学校を通じたネットワークの中に入っていただいてそのネットワークを利用してもらうあるいはこちらから見ると別の得意を持っている方がいらっしゃるとするとそういう人の能力なり知識なりを利用させてもらう。 まあそういう関係を作ることができるといいと思いますしでかつ、ミライズが開発してくれるはずのまあ田中さん、よろしくお願いしますということなんですがえまああのこう良いツールですねでそれがこう FP の仕事を助けてくれるようになるといいんじゃないかなということで正しくてかつこう役に立ってそれでこう食えると。 いうようなそういう,こう FP の集団をこう作っていくことができたら、えーまあ、あのその他のその FP の人たちも、えーまあ、そういうのがきっと羨ましくなるだろうから、えーまあ、あの少しずつ改心していってくれるんじゃないかというふうに思うんですよね。まあ、そういうことで、えー、ち,ょちょっとずつこう世の中をこう変えていくことができたら楽しいんじゃないのかなと。 いうようなそういうふうに思ってちょっとこの FP の学校というものについて期待もしてますしその金融資産の運用というところについてはちょっと私も2コマぐらい持たせてもらおうかなと思いますしその全体についてそれは合理的であるか正しいか。 それからビジネスとして正しいかというようなことについて全般をこうまああのこうチェックしていくっていうとちょっと偉そうですけれども、まああの私のこ意見をこう入れていきながらこの FP の学校をこう進めていけたらいいなというふうに思っています。まあ応援に期待していただけると嬉しいなと思います。どうも。皆さんこんばんは。 ただいまご紹介いただきましたマネーープランナーズの前田介と申します本日はタイトルにあるように「FP の若手リーダーからのメッセージ」というちょっと上からなタイトルで恐縮なんですけどもそもそも業界に若手がほとんどいないといいますか私が今30歳になるんですが同い年で FP で独立してやっているという人はほぼほぼ少なくてですね 企業の中でも FP ですっていう人は企業内には少しいるんですがあまり業界としては若手が少ないというような状況で FP の普及に今日はですね私の FP に対する気持ちであったりとかこれからどのような FP になっていきたいかということをお話しさせていただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。 でまずちょっと簡単に自己紹介をさせていただきたいと思うんですが、えー、マネープランナーズに改めまして前田と申します。で、今会社をですね恵比寿でやっておりまして、えー、F.P. のメンバー五名ほど所属しておりますで。うちの会社のメンバーも私が三十歳で、で一番近い年で三十五、三十六、で四十二とあと五十一ということで、まあかなり年齢も上なメンバーがまあ多いというような現状です。 で私の経歴を簡単にお話しさせていただきますと、あの不動産の業界からキャリアをスタートしました。で、その理由っていうのがあのありまして、私が FP になったきっかけっていうのがあの身内の、まあ、ちょっと失敗だったんですね。で、どういう失敗かっていうと、まあ一つまあ二つあるんですけど、一つはまあ金融商品を、まあ、自分のリスク以上のものを知らずに買っていたと。で、結果まあ半分以下になって。 しまったとっいう,ようなことがあったりとかあともう一つはあの不動産でやぱり不動産ってかなり大きな金額が動きますんで,でそこで相場よりすごく安い金額で、まあ、買い叩かれた、まあ、売却の話ですねなので相場を知っ,てれた知ってたらそういうことにならなかったんですけど、えー、言われたまんま不動産会社の方に言われたままで取引した結果、まあ、すごい損しちゃったよというような経験がありまして。 不動産でやっぱり失敗すると大きいなというところで不動産の業界からキャリアをスタートしました。で資格は CFP であったりとか一級の FP、あとは宅建とか貸金業とかいうものは一通り取得しております。でこちらエビスの会社ですね。でどういった授業をしているかと言いますと六分野全般のアドバイスはしておるんですが。 その中でも住宅購入の相談が大体どういう相談かっていうと、まあ、家を買う時にやはり大きな金額が動くんで第三者の FP にアドバイスをもらいたいと資金計画を立ててもらいたいっていう相談が大体7割ぐらいであとは相続であったりとか、まあ、いろんな金融商品と話とかもあるんですけども、まあ、大方住宅購入に関する資金計画の相談というような状況です。 であとですね私自身 FP の人材紹介っていうちょっとニッチな分野の人材紹介の免許を取ってやっておるんですがもっと世の中に FP の仕事を広めたいという思いで FP の人材紹介という仕事をやっております。これは FP が移籍したい今の FP 会社から移籍したいっていうケースが多いのは実情なんですがこれから銀行から FP としてやっていくためにキャリアを積みたいと。 でまずは保険代理店とかそういったところに入りたいみたいな方も、まあ斡旋したりとかいうことをしてまず FP の業界に入ってきてもらうというようなところでお手伝いをしているビジネスになります。で先ほど少しお話しさせていただいたんですがキャリアプランについてですねあの FP のキャリアプランについて私は不動産の業界からスタートしたんですが、まあ、いろんな保険とか証券会社とか そういったとところかららスタートさされるる方もたたくさんいいっしゃると思いますただどこかで先ほど山崎先生の話にもあったんですが商品を売ることに対して罪悪感を感じて FP としてちゃんと真っ当なアドバイスをしたいというような状況になるケースが多くあると思うんですね。私もその1人ですで今回の学校は私企画の段階から携わらせてもらって約1年ぐらいになります。 でいろんな試行錯誤をしていろんな講師の方もこう入ってもらったりとかアドバイスを受けて今回の学校開校に至るんですがそういったところで何が独立していくために必要か FP として中立的なアドバイスをするにあたってどういったカリキュラムがいいかというのをかなり突き詰めて学校の方は企画しておりますでいろんなキャリアプランがあるんですがそういったキャリアプランも 私がいろいろ歩んできてますんでそういったところのお話もさせていただきたいと思います。であと最後に FP ビジネスに関してなんですが独立系の FP の中立性と収益性についてというところで縦軸が収益性になります。でこれ縦軸にいけばいくほど収益性が高いですと。で横軸にいけばいくほど中立性が高いという図で。 保険の FP、いわゆる9割型保険の FP だと思うんですが保険のの FP はやはやり物を売るでで収益性が高いです。一方で資格の FP いわゆるちょっと食えない FP とかそういった方っていうのは中立性は高いんですが売り上げがなかなかなかったりとかアドバイスで報酬を得るそれだけでは成立しないという状況なので収益性は低いんですけど中立性は高い。 でもこれだとファイナンシャルプランナーの仕事って広がっていかないと思うんですね。なので、えー、そういったギャップでこの現実っていうのがまさに今私がいるところです。お客様からフィーは頂い,いておるんですがその一方で商品販売っていうのも一部住宅ローンののの取り継ぎとか保険の代理っていうのはしてますそういった課題を私自身も持ってるのでその現実から このギャップこの理想を目指すこの姿が FP の学校が目指す姿かなと思っておりますので今回の学校に参加して私自身も勉強していきたいと思ってますし参加される方は私と一緒に一期生としてこういった理想の姿を一緒に目指していけたらなと考えております。ですみません最後 FP の学校について少し前段でお話しさせてもらったんですが。 あの実践的なスキルを身につける上で正ししいいいいい知識をままず習得しないといけないととけ思いますでその上でいろんな住宅ローン専門の FP さんだったりとか資産運用のプロ山崎先生も特に資産運用のことは教えていただけると思うんでそういったプロフェッショナルな FP があのたくさん揃ってます。なので今回の講座を通して正しい FP スキル正しい知識を身につけてでさらにそこから実践的なアドバイス そういった形で FP の授業がちゃんと成り立つようにこの学校は企画しておりますんであと前段であの田中社長からお話がありましたがいろんな企業とタイアップをして集客であったりとかそういったサポートもするという予定になってます。その辺りで FP の学校を通して皆さんが FP として少しでもお客様のためになるようなそういった学校を目指していきたいと思ってますんでどうぞよろしくお願いいたします。 ちょっと私ちょっと緊張して今日声がですねあのブレてしまって申し訳なかったんですけどもあの思いは FP に対する思いはすごく強いものがあるので、えー、どうぞ参加される方はぜひよろしくお願いいたします以上ですはい皆さんこんばんはえっ、ー、と FP の学校のプロジェクトリーダーを務めさせていただいております菊池と申します。 まず冒頭に簡単に私の方の自己紹介をさせていただければと思います。私が未来ズに入ったのは実は今年の1月からでしてそれまで何をしていたかというとみずほ銀行大和証券で FP として個人リテール営業に10年以上従事しておりました。 在職中に FP1 級を取得したはいいものの生かすことはできず日々あの商品販売のこうノルマに追われて商品セールスを続ける毎日が続いて本当にこれでいいのかなと自問自答する毎日が続いておりました、まあ、そんな中あの株式会社ミライズでは FP の学校を開校するという話を聞きまして、まあ、非常に面白そうだなと思って転職を決意して1月から働いております。 まあそういった経緯もありまして本日あの株式会社ミラーズの社員の一人というよりかは皆さんにより近い一人の FP として FP の学校の魅力等を伝えていければと思いますのでぜひよろしくお願いしますでは初めにですね FP の学校の開校の背景についてお話しさせていただきたいと思います。 FP の学校の背景なんですけれどもまずそもそも日本では長年、まあ、金融リテラシーの低さというのが問題視されてきました地道に働いてコツコツ貯めることを美徳とする、まあ、日本の風刺に加えて義務教育の過程で、えー、と資産運用などのお金に関するカリキュラムがないということがあのその要因とされておりますで本来ファイナンシャルプランナーというのはそういった消費者の知識不足を補うための職業として、まあ、存在しているはずです でアメリカでは一家に1人、まあ、FP がいるなんて言われたりするのを皆さんお聞きになったことあるかと思うんですけれども一方、広がってみると日本では先ほど山崎先生からもお話がありました通おり、まあ、保険販売による歩合収入がほとんどの収入源となっていて本来の業務である個人資産のコンサルティングで十分に生計を営めている FP というのは本当にごく一握りという状態が続いております。 で信頼して頼れる FP が不足しているということは知識不足による金融犯罪の被害に遭ったりとかあとインフレが発生したときにです、ね、まともに対策は取れずに、まあ、実質的に資産価値低下につながったりとか、まあ、そういった消費者のリスクに直結すると、えー、未来図の方では考えております。 で弊社であのこういった問題というのは非常にまあ重要な社会的な課題だと考えておりまして解決に向けた取り組みというのはえ金融業界に属する企業の義務と考えております、まあ、そういった背景からですね FP があの消費者にとって信頼して頼れる先となれるようまあ新しい取り組みとして FP の学校を開校する運びとなりました。 FP のスキルとモラルを底上げして消費者に寄り添って、えー、個人の資産拡大を目指す真の FP を多数輩出することによって、えー、消費者の生活向上と日本経済の安定化を目指していければという思いで取り組んでおります。はい、で続きましてあの今回のです、ね、受講対象者なんですけれどもおおむね3点です。まず1点目があの FP 資格を保有しており独立を目指す方。 でえー、2点目が FP をなぎわいとしているものの改めて実践的な知識を体系立てて学びたい方あと3点目としては FP をなぎわとして主たる収入源とすべく FP 資格,の資格取得を目指す方一応 FP3 級程度の知識をお持ちでやることは前提となっております。 で続きまして、えー、と認定制度についてです。えー、計15回、えーとまあ、授業はあるんですけれども、計15回の講義受講後に、終、えー、了後に終業試験を実施したいと思っております。えー、70点以上の方を、えー、取った方を修了者として認定させていただきます。で修了者の方には修、証、えー、キャッシュカードサイズのものなんですけれども、 CFP とか AFP みたいな形でこうお客様に提示できるような形でお渡しできればというところで準備をしております。で前回、説明会をやったときに実際あった質問としては毎日合格点に達しない場合はどうするのかという質問をいただいたんですがこちらにつきましてはあの再試験を予定しておりますのでご安心いただければと思います。えー、続いてですね、えー、と卒業したときのまあメリットですとかその後の活躍イメージの、えー、についてです。 まずあの認定 FP 限定のプラットフォームをえーと弊社の方では今、構築中でございまして具体的には FP というのはなかなか単独ではえとお客様のえとお悩みというのは全部が全部解決するのは難しくてえ資料、弁護士ですとか社労士さんとか不動産鑑定士さんなんかとどうしてもこう連携しないとなかなか難しいえわけなんですけれどもえと独立したての FP の方でそういったコネクションがある方というのは本当に一握りだと思います。 大多数の方はどこの弁護士さんに相談すればいいのか本当にこの人は信頼に足る人なのかとかそういったところからまず調べていかなくてはいけないんですけれどもそういった不安を解消するために未来図の方でもう安心できる弁護士さんとか社労士さんとかそういったコネクションを準備させていただきまして終了した方はそういった方にすぐ連携が取れるような体制を提供したいと思っております。 で2点目としてはですね FP を必要としている、えー、とミライズの提携企業に積極的に推薦をしたいと考えております、えー、実際ですねあのミライズの方にもあの FP の学校を卒業をしたら、えー、やっぱり一人前のも FP としてやっていけるだろうということで、えー、そういった FP 紹介してほしいなんていう企業さんが実際今すでにお声,いただいお声かけを頂い,いておりまして、まあ、そういった企業さんに積極的に推薦していきたいと考えております で3点目ですね、えーと、修了者限定でフォローアップ研修を、えー、と卒業後、終了後ですね、半年後ぐらいをめどに、えー、開催予定でございます。えー、こちらでは、ですね、まあ、ゲストなんかをお招きしつつ、えー、ぜひ縦のつながり、まあ、講師陣ともつながっていただきたいんですが、それとと,ともに、えー、修了者同士でえっ、ー、でぜひコミュニケーションを取っていただきたいというところで、まあ、そういった企画なんかも催す予定となっております。 で最後4点目のメリットとしてはですね、えー、と認定 FP 価格でのミライズ 4FP を提供させていただきたいと思いますでそもそもあのミライズ 4FP というのは何なのかというとあのミライズの方が提供するライフプランシミュレーションでございますで、えー、とこちらですね、えー、と無料で実は公開しておりまして皆さんお手元の方に今、えー、と本日のスケジュールをお渡ししてるんですけれどもその裏側にですね あのミライズを使用してみるということでミライズの URL と,と QR コードが載せております。でこちら、ですねあの非常に細かいデータなんかもありましてぜひあのご自宅に戻ってからで結構ですので使ってみていただければと思います。でこちらのミライズ 4FP という方が有料版になるんですけれどもまあ通常1980円毎月いただいているんですが簡易価格ですと1480円で1年間限定ですけれどもお使いいただけます。 で無料版と有料版の違いとしては無料版は1つのデータしか残せないんですけれども有料版の方は100件までデータが残せますのでお客様のデータ100家庭分です、ね、残すことができますので FP の活動をするときに非常に使っていただけるんじゃないのかなというところでございます。 で続きましてえっ、ー、と学校のスケジュールにつきましてはえっ、ー、とこの後小屋先生の方から発表していただきたいと思います。で会場につきましてはあの銀座の第一厚生館ビルというところで、えー、実施予定でございます。 で受講料につきましては、えー、と今日はもうは4月に入っているんですけれども本日ご参加いただけた方限定で,です、ねえー、とレックさんの方からのクーポンを皆さんにお渡しさせていただいているかと思うんですがそちらを使っていただくと本日、えー、お申し込みの方限定で3月末までの価格で3万円ほどお値引きさせていただいてお申し込み可能ですでその他あと質問とかお問い合わせにつきましてはあの FP の学校専用ウェブページを設けております。 でそちらの方も URL、QR コードなんかも先ほどと同様に載せさせていただいておりますのでこの後質問、えーと、全部終わった後ですね講師陣も控えておりますので、えー、と質問を受け付けるんですがご自宅に帰って何か質問とか思いついた場合はこちらの方にアクセスいただければと思いいいいまますで続ききしててて、えー、講師陣について、えー、と紹介させたただきたいと思います。 まず、えー、とお一方目がです、ね、山崎先生、先ほど、えー、と基調講演をいただいたんですけれども、まあ、の皆さんも、えー、テレビなんかであのご覧になった方も結構いらっしゃるかと思うんですけれども、まあ、東大を卒業後、三菱商事をはじめとした、まあ、12社の転職を得て、えー、経済評論家に今、なっていらっしゃいます。で専門分野のファンドマネジメントですとか、コンサルティングなどの資産および経済全般の分析を得意とされております。 で、お二方目がですね、後ろ田先生です。で、以前ですねに、日本生命に勤務されておりまして、現在は保険の有料相談を行っていらっしゃいます。で、保険のアドバイスを中立的に行っておりまして。まあ、メリット、デメリットをお客様にしっかり伝えているのが、あの特徴です。で後後田先生の講義では、正しい保険の知識を学ぶことができます。はい、続きまして、お三方目ですね。中村先生ですね。 中村先生はちょっとエピソードがありまして、幼少の頃、あの綺麗好きの母、お母様からですね。まあ、自分の家に落書きをしていいよと。とまあ、言われたそうなんですね。で、なんでだろうとこ不思議に思いながら落書きをしたそうです。そしたら、翌日差し押さえの執行官が家に来て、家が差し押さえされてしまったらしいんですね。まあ、無理なあの住宅ローンが祟って差し押さえに繋がったらしいんです。けれども、もまあ、そういった。ちょっとまあかなりショッキングな経験も。 で、まあ、無理のない住宅ローンを、借り替え専門で、今、アドバイスをされている。住宅ローンのプロの先生でいらっしゃいます。で、F. P. をしていると、まあ、住宅ローンに関する相談を受けることっていうのは、当然、多いと思うんですけれども。借り替え中心に、住宅ローン知識を学ぶことが、あの、中村先生の講義ができます、はい。で、えっと、四人目がですね、平沢先生です。まあ、平沢先生もですね、ちょっと変わった経歴の持ち主でして。以前は、あの、音楽家を目指していらっしゃっ。っ 音楽家を目,、まあ、目指すのをちょっと諦めて派遣社員となって正社員となって、まあ、働く家庭の中でお金の運用に目覚めて FP になられたそうです。でご自身としては物売りの FP になりたくないというポリシーをお持ちでいらっしゃって、まあ、住宅購入全般に関するアドバイスを行っていらっしゃいます。で住宅ローンはもちろんなんですけれども工務店の相談なんかにもあのコネクションがあって応じていらっしゃいます。 で平沢先生の授業ではあの新規の住宅ローンのあの知識を学ぶことができます。次にあの五人目ですねあの小屋先生ですねあのこのあ、えっと講演をいただくんですけれども、えっと、小屋先生は10年前にアメリカに行って FP がですね資産運用のアドバイスフィーをもらっていることにこう衝撃を受けて日本でもそのビジネス展開ができないかなと考えていらっしゃった先生です。 で前職あの不動産会社だったということもありましてですね。不動産分野に非常に精通していらっしゃいます。で三上はもちろんのこと、あの不動産分野にも強い F. P. でいらっしゃいます。でえっ、ー、と大鳥がですね、横田先生です。えっ、ー、と横田先生はですね、前職あの野村証券で勤めていらっしゃったんですけれども。まあデリキパーティブと呼ばれてですね、金融派生商品の開発ですとか、トレーディング。 あとあのフィンテックなどのですね新サービスの企画ですとか開発なんかをやってらっしゃいましたでえそこで野村証券のえ従業員の方がですねまあ自社の製品を商品を積極的に買っていないという事実にこう疑問を感じられましてで特定の金融機関に属することなく世の中の金融商品の中からベストな商品ですとかサービスを個人の方にこうご案内したいという思いからえ去年からこう FP として独立されていらっしゃいます。 で普通の人に普通の資産形成をというコンセプトの元で資産形成ハンドブックというですねブログで情報発信も積極的に取り組まれていらっしゃいます。はい。で、こう紹介は以上でございます。で、えっ、ー、と今日はですね、えっ、ー、と横田先生、あと小矢先生、あと山崎先生、えー、いらっしゃいますのでですね、あの全部終わった後ですね質問とありましたら受け付けますので、えっ、ー、と。 適宜あのお声かけいただければと思います。はい。では私の方からは以上です。どうもご清聴ありがとうございました。いしたはい、えー。よろしくお願いします、えー。でもこのスライドもちょっと使いたいんでいいのかな。えー、っとで今回ですね私の方で、えー、これからご説明させていただくのは。 この FP の学校のカリキュラムの説明をまず最初にさせていただこうと思います。で基本的にです、ね、第15回まで約5月に始まりまして11月に終了予定なので6ヶ月近いです、ね、結構長丁場の受講の講座になります。 で私の方がですねこちらでいうと1回目から5回目までそれから9回までというあ9回目ですねということで6コマほど講座の方を担当させていただきますで今回の,あの講座の特徴はですね、まあ、オムニバス形式といいますか先ほどもちょっと講師のご紹介ありましたけど、まあ、それぞれの独立系の FP の方々がですね私もあの独立して11年この仕事をやってるんですけれども まあ独立系で事務所を構えて、まあ、主にエンドの,、まあその消費者のクライアントさんを抱えている FP の方がオムニバス形式で口座を持つというのがあの特徴です。はい ですんで皆さんには先ほど山崎さんからもお話ありましたように各プロフェッショナルな方々がコンサルティングお客さんのコンサルティングをするにあたっての正しい知識を伝えるのは当然のことなんですけどそれ以上にですね現場現場我々が実際クライアントさんと日々接していてまず正しい理屈とか理論を勉強するというのは大前提として僕も大事だと思います。ただ現場ででやってるとですね 理論的に正しいことをいくらお客さんに言ったところでお客さんが合理的でもないんでですね正しいことを必ずしもそのまんま受け入れてくれるわけではないですということでじゃあ現場ではどういう形で分かりやすく理論的に正しいことを伝えてあるいはそれでもお客さんが理論的に正しいことを取り入れない場合にじゃあどのぐらいねアレンジメントして合理性を保ったまま。 お客さんをコンサルティングしていかなきゃいけないのかみたいなところに日々悩みがありますんでぜひねそういった現場現場の FP の方が現場でどう工夫しながらお客さんに接しているかみたいなところも講座としては盛り込んでお話ししていければなと思います。それからもう一つそれぞれが独立して FP 事務所をやってるんですけどそのビジネスモデルですね稼ぎ方っていうのはおそらくみんなバラバラです。 僕もですねあの平沢さんとか仲いいですし中村さんも知ってますけれどもそれぞれうちの FP 事務所と平沢さんの事務所と中村さんの事務所でそれぞれビジネスモデルも違いますしクライアントのその対象にするマーケットっていうかターゲットも全然バラバラなんで是非皆さんはですねその多様な まあ後ろ田さんもそうですけど多様な独立系の FP の講師の方がいらっしゃるし、まあ、それぞれ稼ぎ方も違うんで皆さんはぜひこう講師の人にですねそこで皆さんがまあどういう形で FP として独立してビジネスされていくのかあるいはどういうところをこうキャッシュポイントにしていくのか。 まあそういったところも、まあ、これはねなかなかこうレックのいわゆるんだろう勉強の講座としては学べないところだと思いますんで、まあ、興味持ってですねあの講師の方々に聞いていただければなというふうに思います。で、えー、この15回分のカリキュラムはあの僕とか前田さんとか横田さんで考えながら山崎さんの監修のもとを作ってるんですけど、まあ、私の考える特徴としてはですね 前半あの私の方が5回目までお話しさせていただく内容はですね主に個人の方のコンサルティングに関する、まあ、知識とかスキルに関してのお話なんですけどキャッシュフローベースじゃなくて、まあ、バランスシートベースで分析して、まあ、コンサルティングしていこうというのが一つのコンセプトになっています。ですね皆さんも FP の資格をお取りであれば多分勉強の時にキャッシュフロー表を作るとか あるいはねあの現場で何だろう金融機関とか保険の営業の人がキャッシュフロー表を作ってくれて、まあ、それで相談乗ってくれるとかって現場は見られたりすると思いますけど実際私もあの仕事しててですねでもお客さんのコンサルティングって立場で言うと実際はバランスシートを作ってバランスシートの中身をまあよりよくする。 資産内容の構成をより考える住宅購入もバランスシート上から判断してこういう物件を買っていいのかどうか考えるっていう顧客のバランスシートの分析とかアドバイスっていう方がよりコンサルティングとしては本質に近いと私は考えてます。 ですんであのでキャッシュフローの分析もしますし、まあ、その話もしますがどちらかというと構成としてはですねバランスシートについてまあ深く学んでいこうというようなことが特徴かなと思ってます。で2点目は先ほどお話しした通りですけど、まあ、ぜひ講師陣はです、ね、いわゆる機上の空論ではなくて日々お客さんと接している立場の FP ですんで、まあ、ぜひ実務的な話とか実践的な話を まあ、あの私からもしたいと思いますし、まあ、そういったものをぜひ引き出すような質問とか、えー、問いをしていただけると、まあ、非常にいいんじゃないかなとで先ほども言ったように、まあ、理論的に正しいことを学びながら世の中は理論通りいかないことが多いものですんで、まあ、そういったところを、まあ、どうねあの現実に アジャストというか適用してやってるのかっていうのをま伝えられるとあのいいんじゃないかなあるいは皆さんもそういうところをポイントとして吸収していただけるといいんじゃないかなと思ってます。で三点目はシステムですねこれも山崎先生のお話ありましたけどまあ私も現場であのシステムがないがゆえに大変非効率だなと思うことは多いです。 であの次のページにですね。私も先ほど自己紹介というか、あのありましたけど。十年ぐらい前に、アメリカの c. F. P. の事務所を訪問しまして。まあそれ以降毎年、アメリカに行って、毎年 f. P. 事務所を訪問してるんですね。アメリカの f. P. 事務所に行って、やっぱ羨ましいなと思うのは、このシステム面でして。もう完全にですね。その個人のお客さんを分析して、提案できるようなソフトウェアっていうのが。 かなりいいものがです、ね、かつ、えー、まあまあ,あの事務所によって使ってるものも違うんですけどまあ10種類以上はあ,のあるんですねそういうソフトウェアが。でそれを各事務所とかアドバイザーが選択しながら使ってるっていうことで、まあ、これ挙げてるのはですね、こ左側に書いてるのは、まあ、とあるこれ e マネーっていうソフトウェアで、まあ、アメリカで今 CFP のアドバイザーの事務所では、まあ、シェアナンバーワン。 のソフトウェアがあるんですね e マネーがシェアナンバーワンで2番目がマネーガイドプロってソフトなんですけど、まあ、こういったものを僕もも現場で見させててらってますでこういうのがあるとすごい FP は仕事がやりやすいなと思ってるんですけど、まあ、残念ながら日本にまだそういう個人の財務内容をきっちり分析して提案できるようなソフトウェアのツールっていうのは、まあ、ちょっと私の知る限りあんまりない。 で今回ですねミライズさんと一緒に FP の学校をやろうっていうお話に私もちょっと参加したくなったのは右の方がミライズさんの今ソフトウェアで皆さんあのお手元に QR とかついてると思うんで家に帰って確認していただければいいんですけどミライズさんもですねあの今独自にこうした個人のお客様に関するコンサルティングに使えるようなソフトウェアを作られてますしまあぜひあの先ほど言った山崎さんとか私とか 現場で,です、ね、コンサルティングやってる方々の意見も取り入れていただいてよりいいソフトウェアを作っていただきたいなと思ってます。で今回は今このミライズさんで今多少システムの改修してますけど是非ここで理論的に正しいことを学んでいただいた上でそれは横田さんの方が中心に演習としてこのミライズさんのソフトウェアを使いながら 理屈上正しいことをどうソフトウェアで実践してお客様に提示していくかということでシステムを使いながら皆さんが学んだことを実践できるようなまあそういった特徴もこの学校としては持ってますしこれは結構この業界としては画期的な取り組みなんじゃないかなと思って評価してます。 でえー、これはですねちょっと打足なんですけど、まああのー、先ほど山崎さんの話にもありましたけど、まあ、FP が、まあ、どうクリーンに稼ぐかって話なんですけど、まあ、うちの事務所はあのー、このあと僕のお話をちょっとさせていただきますけど独立した当初から、まあ、あのなるべくコミッションというのは取らずにですねフィーお客様からいただくフィーでビジネスをやっていこうと思って独立したんですね。 で前田さんが先ほど30だっておっしゃってましたけど僕31の時にあの始めましてで僕はあの前田さんとやっぱ似てるんです僕もその前職不動産業界におりましたんで別になんか金融機関にいてそれが嫌で FP になったわけでもないんですよ。もっとと言うと、えー 山崎さんの話ありましたけど、僕も金融とかファイナンスとか不動産好きだったんで、お客さんに役に立つアドバイスしたいなと思って独立して、で独立して事務所を作ってから、まあこれは多分 F.P. の資格が一番近いんじゃないかと思って F.P. の資格を取った口なんですね。まあ多分やっていくんだったら F.P. という言い方をするんだろうと思って、まああの A.F.P. なり C.F.P. の資格をその後取ったんですね。でフィートコミッションに関して、まあこれ あの私の考えるってとこでもありますけど、まあ、皆さんにちょっと整理してお伝えした方がいいんじゃないかなあるいはこれ講座の中でもちょっと説明しておこうと思いますけど概念的にはですねおそらく海外ではフィーというのは顧客のお客さんがですねその手数料いわゆるアドバイザーの報酬に対してきちっと理解してアドバイザーに払う意思があるというものがフィーだと思うんですね。だから まあ高い安いかは別にしてもですね、例えば先ほどあった投資信託をセールスするとか販売するっていうのはまあどこの証券会社とか銀行でもやってますけどあれの販売手数料が3%で信託報酬が1.5だとか1.6だっていうのはまあ少なからずこう明示的なわけですよね。 でお客さんがまあ3%売買手数料払うとか信託報酬を 1.5%6% 払うっていうのは一応目論見書にも書いてますから、まあ、それに納得してサインして買う分には、まあ、概念的には僕はフィーだと思うんですねで、まあ、高いか安いかの議論があるから、まあ、高いフィーを払ってるっていうことだと思うんですねでコミッションっていうのは逆にあんまりお客さんに対して明示的じゃないとだから代表的なのはやっぱ保険の販売手数料みたいなもんで お客さんが月3,000円とか5,000円保険料を払うことには合意してますけど、まあ、その提案してくれたあなたにいくらの報酬が渡るんだっていうのは、まあ、非明明示だし不明瞭なわけですね。でまあ、実際には5,000円の保険入ったら分かんないですよなんか10か月分ぐらいのコミッションが5万円ぐらいアドバイザーに入るとかってことにそれは裏で保険会社とアドバイザーの間で決まってる話なわけですよね。っていうのが、 お客さんに対して不明瞭だし、まあ、言い方としたらコミッションであると。だこれが分からないですよアメリカとかいわゆる保険料の手数料の開示が進んで、まあ、この契約をしたらアドバイザーに月5,000円の保険料入ったら年間で6万円の報酬が渡りますよっていうことが、まあ、明示的になっていくと概念的にはよりフィーという形に近づくんだろうなというふうに思ってます。 代表的なのはイギリスで RDR っていうまあ数年前にそのコミッションからフィーにっていう概念でなるべく顧客に手数料をまあ明示化して説明して顧客の同意を取ってもらう必要があるっていうふうにコミッションからフィーの転換がなされたんですけどまあそういうのも基本的にお金の流れが変わったかっていうとまあ大して変わってないんですけどお客さんに同意をもらって説明してもらうと。 いう流れはですねこれはあの私がアメリカとかイギリスとか行く限ぎりどの世界でもあのこの流れは起きてるんで日本でもおそらく遠くないうちにですねきっちりコミッションじゃなくて顧客に明示した上でフィーを取りなさいっていうふうにまあ行政も含めてですね流れが出てくるんじゃないかなと思います。 でさらに言うとですね、まあ、山崎さんもおっしゃってましたけどおそらくフィーが明示的になると今度は高いって話になると思うんですよいわゆる付加価値に対して販売手数料なり信託方者は高すぎるということになるんでフィーが消費者が賢くなると低廉化してくる安くなってくるということになってきて要するに保険のセールスとか証券のセールスそのものの付加価値は低いんで。 そそこににんんなななお金払えいいよとうう消費者の動きになってくると思うんです、ね、でそこで最後に我々 FP が独立していくのにどこで取るかっていったら、まあ、先ほど山崎さんずらっと説明してましたけど要するにコンサルティングそのものの付加価値をちゃんと訴えてコンサルティングそのものの付加価値でお客さんから料金を取っていくことにしないと、まあ、多分、えーまあ、どのぐらい先か分かんないですよ近い将来金融業界っていうのはやっぱ稼げなくなるんだろうなと。 という,ふうに思ってますんで、まあ、この流れを踏まえてですね、まあ、せっかくですんです FP の学校に来ていただいた方には、まあ、正しい知識と実践的なスキルを身につけてお客さんにコンサルティングできるようになってコンサルのフィーをいくらくださいってはっきり言ってもらえる付加価値を出していく、まあ、こういったことが実現できるように、まあ、私も含めてあのサポートしたいなというふうに思っています。はい というのがですね、まあ、大体今回の FP の学校のカリキュラムとですね、まあ、企画意図みたいなところでしてで最後にですね、まあ、10分ほどお時間いただいて、まあ、閉会の挨拶と私のちょっとですねあの過去の話もさせていただきたいと思います。であの私の方はですね、あの まあ株式会社マネー・ライフ・プランニングというのを2008年の11月に創業しまして先ほどもお話した通り私自身は前職不動産業界にいましてまあ収益ものいわゆるビルとかアパートとかまあそういう投資用の不動産の仲介をやってたんですね。なんで、まあ 売る人は不動産を持っている人だし買う人は収益物の不動産を買いたい方だっていうことでその仲介のビジネスをやってましたただ個人的に株が好きでですねそういう意味では社会人になってからずっと株とか投資信託のことを自分で考えてやってましたしそれこそ山崎先生の本とか読みながら自分で勉強してたんで。 まあ無駄な保険というか保険なんか一切入る必要ないし入ってこないみたいな形でやってきてたんですね。でその不動産業界と金融業界を見たときに、まあ、やはりあまりになんていうんですかねまあその、まあ、知識がないあるいは経験がないことによって損している方が多いなっていうのは現場で常々感じてましてであれば、まあ、自分が好きなジャンルなんで、まあ、これをこう人にアドバイスすることによって。 まあ政権を立てていこうというとかアドバイスして喜ばれて報酬をもらうようなビジネスをできるんじゃないかなと思って2008年の11月に独立しましまたで2008年の11月っていうのはまあちょうど10年半ぐらい前なんですけどどういう状況だったかっていうとまあ株の世界でいうとまあちょうどリーマンショックがですね2008年の10月ぐらいだったと思うんですけどまあ,ああいうことがあってまあ金融危機と呼ばれてですねまあ株価的には2 0 0 9年の1月ぐらいが一番そこだったと思うんですけど、まあ、非常にこう株式市場がクラッシュしてたわけですね。で僕自身はまあ株大好きだったんで、まあ、僕のか持ってた株も大きく下がりましたけど、まあ、あの相場を、まあ、相場っていうかまあ株やってる人間からすると、まあ、今が一番チャンスだと。まあ、この時株買ったら これ以上下がりようないし上がっていくしかないっていうのはまあ肌感覚で分かってましたんで FP ビジネスもおそらくこの時始めれたらまあそこみたいなもんでまあここからやっていけばアドバイスするお客さん必ずお金増えていく展開になると思ったんでまあそういう時期にビジネスをスタートしたっていうことですね。 であのこれも繰り返しになりますけど私自身もですね、まあ、なるべくコミッション収入というものに頼らないというか、まあ、そういうものを希望せずにですねフィーでお金をいただきながら商売をやっていきたいなと思って、まあ、証券会社とか銀行とか保険会社みたいに、まあ、なんかセールスするようなビジネススタイルじゃないモデルをまあ考えたいなと思って独立したんですね。 でまあ、これうちの会社の資料ですけど、まあ、基本的にはそういう銀行とか保険会社とか証券会社に比べると、まあ、よっぽど良心的ですよみたいなことを言いながら、まあ、ビジネスとしてはやってきましたただですね実際2008年に始めて丸1年ぐらいですね活動した中で、まあ、正直やっぱ全然稼げなかったんですね全然売上上がらなくて、まあ、その後数字も出してますけど、まあ、1年間やったら売上が100万ぐらいですね まあ会社の売上が100万ってことですよだまあ経費やあの部屋も借りてましたから、まあ、家賃払ったりなんたりしたらまあ一銭も稼げないどころか、まあ、大,大赤字みたいな感じで、まあ、山田さんがたまにねあの冗談で FP の略はそのフリーでプアなあの人たちだっていうことをおっしゃいますけど、まあ、まさしくまあ僕もその一人でですね、まあ、一体一年経って一体全体どうしたらいいもんだろうかなみたいなことでまあ悩んでたんですね。 でまあ、前田さんと一緒ですけど30代前半でしたから先輩の FP とか見てもな、まあ、何やってな何で稼いでんのかよく分かんないし、まあ、かといって今言った保険のセールスとか証券のセールスしても、まあ、しょうがないなというか、まあ、そうなったら独立しないで割り切って証券会社とかで働けばいい話なんで、まあ、そういうこともしたくないなと思いながら2年目のですねその たまたまやっぱりこれも独立系の FP の先輩から誘われまして、まあ、アメリカに FP の業界があると、まあ、当然ですねアメリカのライセンスですんで CFP っていうのはで、まあ、そこに事務所があるし、まあ、カンファレンスがあるんですね FP 向けの大きな大規模なカンファレンスがありまして FPA って呼ばれる、まあ、アメリカの FP 協会ですけどこのカンファレンスに行くとですね大体6000人ぐらいの アメリカの FP の人がまあ一箇所に集まってまあいろんな大会をやってるんですね。まあそれを見に行かないかって言われて、2009年はアナハイムってあのあれですよね、大谷翔平のいるあそこの地であったんですけど、まあそこに初めて参加させていただいたんですね。で、まあアナハイムのカンファレンスに出たことと、まああとそこの FP 事務所3社ぐらいですね、アナハイムの地元の回らせていただいて、まあすごくよく理解できたのはですね、アメリカの F. P. C. F. P. が何やってるかというと。富裕層の個人の資産管理代行。いわゆる金融資産のアセットマネジメント業務。要するに富裕層の個人の。個人向けファンドマネージャーみたいなことを。まあ、やってるんですね。だから、まあ、お金を借りにですよ。一億円。アドバイザーが。 まあ預かればというか懐には入らないですけどファンドマネージャーみたいな形なんでまあ金融機関に1億円入れてくれればその何を買うとか何を売るとかっていう売買指示も含めてファンドマネーージャー的に動くっていうのののがアメリカ CFP 仕事なんですねでその代わり信託報酬と全く一緒ですけどまあその預けたお金に対してアドバイザリーとして運用指示者としての報酬をもらうっていうのがまあこれがアメリカの FP ビジネスです。 でこれを見た時に、まあ、僕も非常に運用好きなタイプだったんで、まあ、このアメリカの CFP の人がやってるようなビジネスは、まあ、多分僕もできるなと思いましたし、まあ、それを日本にこう持ち込んで日本でそういう立場で FP やってる人も見かけなかったんで、まあ、これは多分ですね、まあ、流行るんじゃないかなと10年前に思いましてでそれで日本に戻ってきて。 日本でもこのスタイルで、まあ、こういうスタイルでお客さんと関わってフィーをいただこううという形でやってきました,ただですね、まあ、ビジネスはやっぱ結構大変でさっき山崎さんも言ってましたけどアセットマネジメントビジネスとかってストックっていうかお客さんの資産残高のボリュームがある程度必要なんで,でアメリカの FP の人にですね散ん言われたのは。 このの商売いいうのはその雪玉転がしみたいなビジネスなんだとで何を言ってるかっていうと雪玉転がしっていうのはまあね僕雪国育ちじゃないからあんまやんないですけど、まあ、転がしていくと、まあ、どん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 こう雪玉って大きくなるわけですね小っちゃいとこから始めてでアセットマネジメントっていうのもそういうふうに残高の小っちゃいとこから始めて転がしていくと、まあ、だんだん大きくなるよと。たただ言われたのは 最初はビジネスとしては雪玉をを転ががしななら登り坂を上るようなもんだとだからボールはちょっとずつ大きくなるけどどんどんしんどくなるとただどっかで山の峠を越えるから山の峠を越えると今度は雪玉が勝手に一人で転がっていって残高がどんどん大きくなるようなビジネスですよと。 なんで、まあ、最初は苦しいかもしんないけど、まあ、頑張って雪玉転がし続ける努力を、まあ、したらいいよってことを、まあ、アメリカの CFP の方々に、まあ、毎年行くたたびにまあ言われたわれけですねで、まあ、基本的にはまあそういうもんなんだろうなっていうことで、まあ、あの割合愚直にやってきましてで大体ですね、まあ、僕の個人のことを言えば1人でまあ長いことやってたんですけど、まあ、今社員入れて3人いるんですけど。 まあ大体会社としてですね売上が1,000万超えるまでにですね6年ぐらいかかりましてでまあ1,000万超えたぐらいでようやくまあこのビジネスでやっていけるかなみたいなところをまあ,あの実感したんですねだからまあぜひ皆さんにはまあこのビジネスをやれってことじゃないですけど僕が多分今今の時点でこのビジネスを最初からこのノウハウを持ってやり方を分かってやってれば。 多分三3年ぐらいで立ち上がるんじゃないかなっていう気はしますんでできれば皆さんが今後こういうことをやっていくんであればその時間をね6年もかけずに短縮できるようにでも1年目からうまくいくビジネスじゃないと思いますんでそういったところをお伝えできることはできるんじゃないかなと思ってます。で最後にですねあのまあもし仮に皆さんが独立とか FP で考えるんであれば 僕,はですよ僕が考えてるのは多分 FP で成功するためには3つぐらい要素が必要で1つはもうこれは山崎さんのおっしゃる通り山崎さんの本を読んでいただいたりして,てですねあるいは講座を受けて頂い,いて正しい理屈正しい理屈をちゃんと勉強する正しいことで正しいこと言わなきゃいけないで僕もこの業界入ってびっくりしたのがまあやっぱり正しくない人が多い本当にあに理屈としてね。 でそれはもうううしょうがないと思うんですよセールスせざるを得ないために正しくないことを言わなきゃいけないっていう立場の人が、まあ、山のようにいると思いますんで、まあ、そういうことを感じてましたんで、まあ、正しいことをちゃんと正しく伝えられるようになると。で、まあ、特にやっぱあのこれも言い方が悪いですけど、まあ、そのインプットとしてまず正しいことを教わってない人もいっぱいいるわけですね。セールストークとかセーーールルススストトククとかかリプトばっか覚えさせられて あんまり理屈をちゃんと学んでないって方も多い業界だなと思ってますんで。まず一つは理論的に正しいことを学んでほしいなと。で二つ目はビジネスモデルですね。これ先ほども言いましたけど。一応独立して F. P. ありますって言っても、まあいろんな稼ぎ方は実際可能性があると思います。 僕は先ほど言った割合高所得者とか資産家さんの個人に特化してアセットマネジメントビジネスをやるって決めたんでそういうビジネスモデルでやってますけどそれが全てではないと思いますんで是非さっき言った多様な講師陣の中でご自身に合ったあるいはご自身がやりたいと思ったビジネスモデルを探していただけるといいんじゃないかなと。でプラス最後にマーケティングといいますかですね えー、この仕事やってやっぱり最初にみんな壁に突き当たるのは、まあ、相談スキル勉強しました知識も蓄えましたやりたいって言って最後お客さんがテーブルに来てくれないって課題があってその自分の目の前に来てくれれば説明できたり説得したりする自信はあるんだけどここに呼び込めないみたいな話があって、まあ、どうやってお客さんに来てもらうかっていうマーケティングもまあ欠かせない知識とか、まあ、必要性があるんだろうなと思います。 ただ今回はですねその FP の学校自体はまあ上の2つですね理論的に正しいことを伝えるのとまあビジネスモデルについて伝えるっていうのがメインになってますんでマーケティングはあの他で学ぶこともできると思いますしまあご要望があれば FP の学校のマーケティング編をま,あまた作らなきゃいけないんじゃないかなと思いますんでまあ今回の15回でマーケティングの知識はまあちょっとえ十分に身につく。 プログラムにはなってないんですけど、まあ、少なくとも前半理論とビジネスモデルについては十分学んでいただけるものを揃えられるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、ということであのちょっと10分ほど私の、えー、経歴も含めてご説明させていただきましたけど、まあ、先ほどあ,のあった通り今日の説明会聞いて是非、まあ、皆さんに。 の FP の学校を受講していただいてミライズさんの方ではこのマーケティングの支援みたいなこともあの受講終了者の方には考えられてるみたいなんで是非、まあ、講座受講していただいて終了していただいてですねで先ほど言ったあのまあ記憶正しいじゃないですけどあのクリーンにフィーで稼げる FP を世の中に僕もたくさん作っていきたいなと思ってあの考えておりますんでえぜひ興味ある方はですね おお申ししし込みの方よろしくお願いしますで本日、えー、クーポンを配っていただいたみたいなんで、まあ、今日、申し込めば3万円引きというふうに聞いてますので、まあ、一晩考える人は考えていただいて5万,あ5万円引き <laughs>、はいはい、ということなんで、はいまあ、ぜひあの今日、興味関心を持っていただいた方は申し込んで書いていただけると嬉しいなと思います。今、はい 以上となりますのでどうもご清聴ありがとうございました。